筑波山梅まつりで焚き火カフェをやっているとのことでしたので気になって来てみました。設置着火はスタッフの方がやってくれました。梅まつりで初めての企画だそうです。野遊び体験ができてとても面白いと思いました。自由に、はい、よう遊んでください、はい。目の前は梅林です。青空の下最高です。上を見上げればジップラインです。楽しそうです。ワンコも来ています。マシュマロは1人3個ずついただきました。反対側にした方がいい。コーヒーとよく合います。当たってください。閉めるね。一気に来たね。すごい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。